ございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです今週も元キリンビール副社長田村淳さん論文ではございません、はい、この方のキリンビール高知支店の奇跡ということで龍馬のビールこれをまな板の上に置きまして三枚に下ろしておりますかなさんの咳が止まりませんあ大丈夫です大丈夫ですか <laughs> はいもうでもああとれでしょ典型的な花粉症でしょ飛んでますからねあの遠慮なく咳してください,いはい さて先週はどこまで行ったかと言いますと負け続けるキリンコテンパンでありますが地方営業所の高知支店が懸命に奮闘するというでやってきた社長に向かってラガーの味を変えたのは間違いだと元に戻せ女社員まで加わって社長に説教をしたという、はい、その説教の一言が達水はいかんだぜよ土佐弁で薄い薄いビールの味はいけないっていう、はい、ちょっと私のこの,あのメモの方には 弁について書いてて書おりますですね、はい、これは私ではございませんよ。はい。私でございません。柴良太郎という方の指摘でありますが、大阪弁は潤滑油の方言であり、この言葉は感情のみ、哲学的思考はできない方言である。私じありませんよ。はい、柴さんがおっしゃってるんですね、ええはい。哲学的思考には、なるほど大阪弁は向きませんね。物事を。 比較的こう手触りよく曖昧にする最高の方言でありまして、儲かりまか、ぼちぼちでんなという、うん、はい。正体をくらますためには最高なんでございますが、論理思考には向かない。現在の国会あるいは政界というのは、これは長州弁でありまして、はいえ、まあズバリ言いますと、何なんでありますとうとうは、長州の方言なんでありますね。はい、横から横へ手渡しには持ってこいという、それが長州弁、山口弁でございますね。で、岩倉ともみという、 あの、維新の黒幕でございますが、この方がひどく嫌ったのが、とさ弁で。とさ弁というのは、人を揺さぶるというアジテートの方言でありまして、はい、何でも劇的に聞こえる。これ、西南戦争に駆けつけて、ボロクソにやっつけられた男の証言が、とさ弁で残ってるのよ。<う>これがね、講談みたい。<え>疎外の時にわしは一切引かんと言うたがよ、とかね。 もうな響きが抜群にいいんですよ。ね、やっぱ、トサ弁ってのはなんかそういう、市内で叩き合うような警戒さがあるんですね。気持ちいいですね。気持ちいいんですよね、ね<え>聞いててね。ね<え>私はもう、どこでも言ってることですが、坂本龍馬はなんでかっこいいか。トサ弁で日本を心配したからだというね。<ー>日本はこのままで非常に危険ですとかって言われてもピンと来ません。<laughs> ね,ねこのままでは日本はいかんぜよちょっうと、いかんかなとみんな思っちゃうという。<laughs> はい 同じことが起きたんでございましょう。今回の主人公でございます。えー、キリンビール高知支店。とある女性社員が、キリンの社長に向かって、タ <laughs> 水スイがいかんだぜよ <laughs> 方言を叩きつけたという、<laughs> はい、このタ水スイはいかんぜよこれが頭の中で響き続けた社長でございますね。タッスイというのは土佐弁で薄い。えー、一貫性がないっていうのもタッスイっていうらしい。 なんと、お風呂だら1998年、土佐弁使うと物事まで土佐弁っぽく動くのかね。なんと、本社から高知支店に社長直々の電話がありまして、内容は何かというと、味を元に戻すっていうのが、えー、で、これあの、 社長がどっかの経済新聞が中に喋ったらしいんだ。<う>高知で説教されたみたいな。<う>記者さんが乗って、それは面白いですねって話が妙に絡まってほどけちゃったみたいな感じなんだよね。うんはあ、言ってみるもんですねそう。そうなんです、そうなんです。えーうん、それで、そ,その俺に噛みついたその女子社員がいたのは高知でって言うんで、新聞記者がそのことを知って、高知新聞が キリンビール高知支店に取材に来るんですよ。それでその喧嘩の話題になるわけですな。高知弁で叱ったら社長が借金として味が元に戻った。それで新聞社も面白いんでそのこと書くわけですよ。はい、高知の一営業所の女職員が叫んだ達水はいかんがぜよが、その江戸の社長を動かしたっていうんで、それで新聞社がタイトルキャプションにね、高知の声が 変えたっていう。うん、そしたらそれ丸、もう頂きで、キャンペーンキャッチコピー、高知の声が変えたラガーの味ってこう出てたんだ。わ <laughs> これで、高知で俺たちの好みに、キリンは合わせてくれたんだということが話題になって、この田村さんっていうのはやっぱ支店長で切れるんですな。高知県内はこれで行こうっつんで、高知県のもう一つのキャッチコピーが、達水はいかん こ <laughs> の、コーチの声が変えたラガーの味っていうのと、えー、達水はいかんこれが、<laughs> すごい評判になります。それ全てが気持ちいい話ですね。そうですね。社長もすごくポイント、ポイントアップっていうか印象いいですよ、それ。うん、それと、まあもう一つキリンの工具はここに、キリン探麗を発売した。<ー>キリン探麗と達水はいかんぜよのキャンペーンが相まって宣伝費もかけられたということで、 売り上げが大股で山頂に向かって歩き出したという。<ー>さあ、高知店の的席まだまだ続きます。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。営業レディの一声から本社が動いて、キリンラガービールの味が変わった、元に戻った。うん、それも全てこの高知から始まったことだ、という、その勢いに力を得まして、あの高知支店のキリンの営業マンたちは、1ヶ月30から40の店舗を回ってたんですが、心当たりから1ヶ月1人400店舗以上歩くようになったという。えー、どんどん増えて。 はあ、こういうことだよね。外回りでものすごいパワーを発揮し、まあ本当にもう家に帰る暇などなくていいというような。う今その働きすぎ、働き方等々が様々問われておりますが、仕事が面白いという幸せは何者にも変え難い。んそんな気持ちで聞いていただくと面白いですな。はい。一番曲げていたキリン、そのキリンビールがゆっくりと売り上げが上り始めたという。うで 他の四国三県はというと相変わらず朝日強いんです。勝てないんです。うんはい、ただ、高知支店のみがラガーに関しては、キリンビールに関しては、真田丸のごとく奮戦したという心地の良さなんでありますね。はい、そしてこれは全国展開でも後に話題になるんですが、ラジオ CM で傑作を生むんです。皆さん、ラジオですよ。どなんだドキュメンタリー風のラジオコマーシャルを高知県だけです、流したの。高知県だけなんで。高知県だけで流した。 電車の音。で、えー、アナウンサーさんの声で、高知県に入りました。ビールはラガービールに変えさせていただきます。<ー>県内1位だから、<ー>その、ここからは、キリンラガーなんだ。で、飛行機バージョンもジェット音が響いた後、ただいま、高知上空に入りました。ビールはラガーに変えさせていただきます。すごい立体的ですね、ラジオ CM としてね。で、もこの辺りでラガー一体、 から一挙に噴線が始まるそうすると、事務方職員は、これ皆さん働き方ですよ。もう、支店長は何にも言いません。勝手に営業マンたち、書員たちが働くんですね。事務方職員は、午後5時半で留守番電話に切り替えて、帰っていいんでありますが、なんと驚く中で帰宅ギリギリまで電話を取り、ディスカウントショップや消防署の宴会には、なんと帰りの足で、10ケース自ら営業マンたちが運んだという。 受験ケース買っていただくんだと配達しますよって笑いながら答えて。もうとにかく留守電に切り替えず、なる電話は必ず取ったという。はい、電気を消して帰りかけてもなったら明かりをつけてまた取るという。うこういう働くことの興奮をぜひ若い皆さんに味わっていただくといいですな。はいはい、社長にも抗議した女子社員はもう事務方でなく、土佐では外回りもする戦力と化していたという。 もうやっぱりね、働くっちゃな皆さん、こういうこと。いや、私偉そうなと言えないけどね、この本読んでつくづくわかる。花見のシーズン。あそこは高知城とか桜の名所が多い。はい、その桜の名所、営業マンたちは、ゴミ箱調査に出かけたという。すごいね。何をやったわかるよね、もうね。はい。ビールの空き缶を拾ってきて、はい、比率を調べたという花見の会場で。で、朝日が8割、麒麟2割。 まで追い詰められていたんですが、この年の春、はい、朝日5割、麒麟5割まで持ち直したときましたああ早朝の公園の空き缶集めれたところで、全社員は男泣きに桜の下で泣いたという <laughs> な。なんか涙が出て、もらい泣きそうな感じ。<laughs> そ,うそうだよね、ね<ー>泣くほど働いてみるという。 これはもうなんか本読んでても気持ちいいですなぁ。ーー1997年、37%まで落ち込んだシェアは、1998年にはなんと50%回復します。そして2001年、高知県がトップを脱い<ー>これ、もすそう大事なことですよ。はい、これね、他の3県では負けてるんです。四国で。あそう高知県、もうまさしく真田丸です。真田丸だけ勝ってるんですよ。ね。 その後2006年に高知県ではキリンなんと60%回復したという。素晴らしい。ところが、本社の方はなんと2位に転落してるんですね、この年に。うこういうことがあるんですね。はい、しかし、一箇所だけでも飼っているという、この大阪夏の陣の真田丸同様、その、高知は勝ってるんだというのは、全社に劇としてその名が響くわけでありますな。はい まあ、当然のことでありますけどもここまで優秀な方でございますからね田村さん著者はすぐに四国全県の統括本部長として香川高松への転勤が決まるわけであります、はい、この人はねこの本を読んでてもねあのなんていうのかな仕事中毒のこうそういう人じゃないんだねやっぱどっか深いんだよね、うん、今働き方なんかで悩んでる人がいたらこ,うこの人の働きっぷりをちょっとあの振り返ってみてくださいねこの人はね 自分の仕事に対して、あるいは本社に対して、疑念を持っていたっていう、はい、その、キリンビールという会社は社会に必要なのか、挙手的な目で自分の会社を振り返るという、う働くということは時として哲学的でもありますですね。で、その結論が出るんでありますが、それはまた明日の続きということで、 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷からです。キリンビールの噴戦を描いたキリンビール高知支店の奇跡というこの一冊でございますですね。著者はキリンビール副社長までお勤めになった田村淳さんでございますね。この方は売り上げが思わしくない時は考え込んだ自分の仕事について考え込む材料は自分が懸命に努めているこのキリンビールという会社は社会に必要なのかうと考え続けて、えー こう考えをまとめます。キリンビールは100年の歴史を持っている。品質本位、お客様本位、そこだけは手探りして生きてきた会社である。お客様の中にビールって言うと、あ、キリンをという方がいらっしゃる。その2点をもってしてキリンビールは必要とされている。そのために自分はベストを尽くすんだ。<ー>なんていうか。 理念ね理念大きな理念をこう胸の中に持っていないとダメなんだというね、はい、そういう考え方がいいですな <laughs> 俺は若い時にあの学生運動をやってる先輩から説教されたことあったな、はい、フォークシンガーになろうかなる前かってこう,うじうじ悩んでる時にその学生運動をやってた先輩頭のいい人でしたけどその方が武田君 戦争に協力せん職業はみんな尊いとよっていうねそれになんかえらい深く感動したことがあってっていう、うん、なんかそう言われると急にな芸人風情でも胸を張りたくなりますその理念の問題ですよねそういうものがないと人間っていうのは。はい 生きていけないんですね。えー、ですから、働き方で悩みつつも、そのことを考えてみてください。社長以下の顔を並べて、社会全体にいかに奉仕しているか、それから、この会社を必要とする人がいるだろうか、っていう、この2点。 のみ、チェックするだけでも、働き方って変わるような気がします。さあ、行きますよ。ついに、高知から飛び出まして、四国全体全県の戦いを担当することになった、田村氏著者であります。朝日も素晴らしきライバルでありまして、味を良くするためになんとものすごい拒否を投じて、愛媛にビール工場を作り、新鮮なビールを四国全県に供給する、サプライズする。麒麟を圧倒しているわけであります。 故に、今度の新しい転勤地の愛媛は、ものすごく朝日が強いんであります。<ー>松山には、これは私歩いたことありますかよくわかりません。山深いところでありますな。松山には南洋エリア。これは、朝日系のン屋さんがシェアを独占しておりまして、麒麟、はい、は持ってない。ン屋さんを。えー、これもう致命的なんでありますな。えー、まあお城がないんであります。うん、基地がないわけですから、出撃できないわけでそこで、 著者も感動するんですが、著者が全体の統括を面倒見るということで、四国部の営業マンたちが奮い立ったんでありましょうな。はい。よーし工事に続けってうことでありますな。南よの担当者が、これはね、すごいですね、これ。朝日、はい、系の豚屋さんに行って、手伝いをさせてくださいと頭を下げてるんです。敵地に乗り込むってことですかそう,そ,う,そ,うそれで、はい、手伝いをさせてください。つまり、うん トン屋さんはアサヒビールを運ぶわけですな。ああいろんな小さなお店に。はい、その手伝いをさせますから、私をそこへ連れてってくださいって。敵の営業を手伝いに行ってるんです。はい。それで、アサヒビールの積み下ろしを手伝うんです。んいいアサヒ系のトン屋さんだから、アサヒビールしか扱わないのよ。はい、そこへキリンの社員が行って、 手伝わせてくださいと言ったもんで、朝日ビールを積んだり下ろしたりするという2役係をキリンの社員が担当するわけ。それで、お許しが出るまで売り込みさせてくださいとか一切言わない。一生懸命キリンビールの社員が朝日の配達に 汗を流すわけです。朝日もあ、どうぞ手伝ってくださいって受け入れたってことですね。朝日っていうの、これ、豚屋さんだから。豚屋さんの。で、朝日系の豚屋さんだから、扱うのは朝日ビールだけなんで、うんうん、で別に直接の社員じゃないんあ,あ、そうか、そうか。だけど一生懸命手伝ううちに、お、うん、ろすところのお店が、ネクタイ締めてるけど、新人さんとか、若い人雇ったのとか聞くわけはい。そうすると、名刺出しなんて言うと、名刺を出して、実は私、キリンの社員でございます。 あんた、キリンがなんで朝日運んでんのっつうと、いや、営業所持ってない、豚屋さんで顔見知りがいないもんですから、お手伝いをさせながら、あの、各お店の経営者の方に、あの、まあ、ご挨拶させてもらえればっていうと、哀れに思った、その小売店さんが、一ケースだけでもいいから持ってきなという。う そしたらその朝日系の問屋さんが一ケースだけだぞって言いながら、次の週その一ケースを置きに入ってくれる。それを愛媛県の営業マンたちが全員やるっていう。それすごい地道な作業ですよ。これがね、今の若い人耐えられるかなぁ。向こうから声かけてもらうまで。 うん。もう黙々と運ぶんですもんね。朝日をね。ところがね。それ大変だ。やっぱね、修行によく似てね、仕事は。はい。積み重なっていくとね、一年ぐらい経つと、物事ひっくり返すだけのパワーが、前線、最前線の営業マンについてるわけ。うんそれはですね、んなんと、氷店においては、キリンの営業所員の方が、顔が売れちゃったんですよ。はあ。これを聞いて著者、大感動。はあ 帰ってくる営業マンたちをご苦労ご苦労と肩を叩たたいたという <laughs> さあこの反抗反撃どうなりますことやら おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。朝日とキリンの激しい激しい四国でのビール戦争の戦いっぷりでございます。今は愛媛県南予の方の戦いのことを語っておりますが、とにかく営業所を全く持ってないキリン勝ち戦って言いますか、売れ行きに甘えてしまって、すっかりまってしまったというキリンでございます。それに対して、朝日は懸命に出じろ朝日系の問屋を広げて、四国4県に根付いている。 それをコーチからやってきたキリンのこの支店長、田村さんがどうやって切り崩していくか。腹をくくって仕事をやりましょうと、署員に呼びかけると、昨日の話でございますけども、キリンの社員たちは営業所を持ってないんで、朝日ビールの問屋さんまで出向いて、朝日ビールの積み下ろしを手伝う。そのことによって顔をお店の人に知ってもらおうという努力を重ねるという。はい。敵型のビールを、 おろしてま、うん、で、お店の人が、あんた誰って言うと、私実はキリンの営業マンで、えー、あんたキリンなのかよ、朝日手伝っていいのと笑われて、えー、しょうがねえな。じゃあ来週、あの、持っておいでよ。とか何ケースか買ってくれるという。はい、そういう、その巨大なダムにアリが穴を開けるような、うん、作業営業マンがやるんですね。それはもう本当にかなりたけど、大変だし、ある意味虚しいしね。えー、ところが、 この田村という所長さんが帰ってきた営業マンを絶賛するんですよ。無駄な努力とかって言わない。はい、よくやったとか言うんですよね。はい、その新統括の本部長さんを迎えたことによって全店が色めき立つんですな。俺らもなんとか高知に続いて四国を奪還しようという。で、今度は徳島支店が ものすごい手を考える。ほう。こ面白いだこれ。もう <laughs> 次々と <laughs>。うあ、ん、これ、ね、たかが皆さんね、ビールを売るというだけの話ですよだ。ただね、働き方がね、面白いとね、ここまで面白い。このね、朝日の問屋を手伝うという戦略、内容で出たということに対抗し、徳島支店が、朝日の画像を切り崩すためには、店舗数が多いコンビニにキリンも挑もうと。コンビニか。うん。 とにかくはもう土下座でも何でもいいからして、コンビニにキリンを置いてもらおう。うん、ほんで、徳島支店は、オーナーを探すんですよ。はい、ところがですね、いつ行ってもいないんですよ。うん、早朝もアルバイト、昼間もアルバイト、夕方は当然、パートタイマーのおばちゃんたち、うん、から、宵の口あたりも、学生さんたちが働いていて、 その営業の人たちの営業時間中コンビニに行ってもオーナーに会えないですなはいこれはご存知の方はご存知でしょうねコンビニのオーナーにいつ行ったら会えるか、うん、これを私この本を読んで初めて知ったそりゃそうだその店のオーナーに会える時間があるんですようんいつ深夜ののから明け方の4時えなんで そこ、パートの人が見つからないから。オーダーが自ら、レジに立つるってことそう,そ,うそ,うそう。そう<ー>全国のコンビニのかなりの割合、パーセンテージが、オーナーさんは真夜中の12時から明け方の4時を担当してらっしゃる。<laughs> そうすると、うん、円滑に1日が回るわけでよ。うん基本的に24時間営業だもん、きついよな。はい、だけど、まあ、それがコンビニのね、ということで、そのことを突き止めた、 営業所は何をやったかというと、集合11時、夜の営業マン。はい、で、明け方の5時まで、はい、全員で外回り。えー、オーナーを似合うためにそ,うそうそう、だから夜中の2時3時にネクタイ締めた二人連れがやってきて、キリンビールでございますっていういラガーを置いていただけませんかって交渉に来るんです。うん、で、 また、うまいこと、ぐんぐん数字が集まり始めるのよ。<う>なんでか。えそりゃそうだよな。夜の夜中だから、話し相手のいない寂しい時間だから。<laughs> あ、そういうことなんですね。ずっと話聞いてくれるんだって。う。ーああ、そう。って言った情がっていっちゃうそ,うそうそうそう。ね、それがね、やっぱね。 一週間に三回ぐらい連続で来られるともうね、うん、オーナーの方から中で手振ってるんだよ。はいはいはいいそんで何巻か置いていきな。その一言で、んなんと驚くなかれ一年で売り上げが5%伸びたという。<ー>この営業マンたちの努力というのは、すごいもんだね。<laughs> すごい、素晴らしい。うん、それから、問屋さんの手伝いで一計添えてくださいが、積もり積もって、ありの穴が、 だだんだんでかくなってきたという、はい、このあたりが働くことの一種面白さだよね。ーん読んでてこの本なんか涙が出そうに涙出ますよ。これ皆さん言っときますけどですね、まだ本の半分ぐらい、えー、もうだからご説明できません。この後この人は全国展開で、えー。で キリンビールを立て直していくんですけど私どもは前段の活躍というところで終わりたいと思います。いかなる結論が出ますやらこの次またその後の上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですキリンビール高知支店の奇跡という一冊でございます我が番組のタイトルは龍馬のビール負けっぱなしのキリンビールが 高知支店の逆襲から全国展開で朝日に挑むという物語、スケールの大きい物語になっております。著者は懸命に今、四国で戦っております。このあたりもね、本当に申し訳ありませんが、死者を出してしまった、あ,あの、セレブ会社との違いかもしれません。なんか面白いですね。片方では警察が踏み込むような大騒ぎになり、片方では生き生きとした労働物語ですね。うん 著者はこの本の本中でで懸命に叫んでおります職場における女性というのはすごいパワーを持ってるんだと。それはそうでございますな。高知支店でラガーの味を元に戻せと、キリンの社長へねじ込んだのも電話番の内勤の女性社員なんでありますね。はい 営業マンたちの苦悩を見かねまして、この内勤女性は、社長がやってきた時に、多水はいかんがでよって言いながら、ラガーの味を元に戻せという、その辺の社員ができないような交渉をやるわけでありますな。そういうことを体験した著者は、女性ってのはパワーなんだと。女性社員のやる気っていうのはもう、全軍の指揮に関わるということで、えー この四国のキリンではですね、約20名中6名ですけども、戦力としてもう第一戦活躍だそうですよ。うん、最初は外回りに抵抗のあるものそれから、まあちょっと得意先との接触なんかで、女性営業マンはというような首をひねるような思いもあったんでありますが、この著者のもとでは働き始めると女性たちもぐんぐん生き生きとしだし、うん、はっきり売り上げが伸びるんですって。うん 女性社員が混じった方が、それで、この四国4店を見習えということで、キリンビールでは、内勤女性に対しては、宝の山というニックネームで、もう全国展開になっているみたいでありますよ。うん。これも結果だけ先に言ってしまいますと、わずか2年半で、前年比売上ベスト10入りを果たすいう。その四国全体が、キリンビールの売上のベスト10に入るという。 これはすごいですね。で、この成果を見て彼は、今度は四国から本社へ、2007年に呼び戻され、全国営業の変革に挑む営業本部長、全国展開の営業本部長となるという、この後、全国展開の営業激闘士が始まるんでありますが、それはもうここでは触れません。はい、どうぞ、著作を手に取ってお読みください。私がこの本に惹かれるのは、この人の働き方には、まあ、結果ということもあるでしょうが、 爽快さがありますよね,すね。ドラマできそうですね。タッシーのその女の子が主役で。ガ、うん、そッキーかなんかにやってもらって。そう。それとかあの、あの名番組、プロジェクト X なんかでやりたいよね。そうですね、うん。女子社員の A 子は吠えた。タッシーはいかんぜよ。皆 <laughs> 沈黙した。<laughs> そして味は動いた。<laughs> いいね、たまんねえな。<laughs> <laughs> えー、働き方が問われる時代でありますまた過労死等の職場環境が社会問題というような時代になりました私もちょっとテレビで この働き方に関して発言をしましたら、番組のディレクターさんから、武田さんがそれを言うと私首が飛びますって言われたことがあり、なんかね、働いていいんじゃないの死ぬまでとかってなんか軽く言ったもんですから、怒られてしまいましたけども、しかし、この本を読んでおりますと、本当になんかこう、昔読んだ太鼓記あの天下取りに挑んでいく、一武将の物語を読むようで、ワクワクするんでありますね。 この本の中に込められた著者が、社員として、キリンという会社に所属しながら、本当にこの会社は社会に必要なのか、うん、本当にこの会社はこれからも社会に尽くすつもりなのかそのことをとことん考え抜いたという、その姿勢が、とてもこう、引き付けるんで、えー、ありますですね。いろんなこと考えました。この2週間で。あ考えるでしょ、はい、ねえ。 給料を手にする前に、この人はこのことを考えてるんですね。その理念の確かさが、この人の労働意欲、そして働くことへの炎の熱さになっているような、うん、あ気がします。労働条件でなく、労働理念がなければ、人は働けないのであります。これ本に書いてあるじゃないですか、ね。や、これ私です。<あ>はい、そうですか。頭の中何がこうパーッとよぎったかといと、トランプさんがよぎりました。はい、まあ、アメリカファーストも結構ですしね。はいえー、それからあ、アメリカに最も、 あの職をもたらした大臣として歴史に残りたい、うん、職。業の職職業の職ですね。とおっしゃいますけど、働くってそういうことじゃないですよ。うん、ト,トランプさんってなんか、ちょっと勘違いしてらっしゃいますね。うん、そういう危険性がある方ですね。うん、まあいいか、はい、あの人はどうでも。あの人、仕事仕事って言うけど、うん、彼が夢見ている白人男性労働者の金骨隆々たるハンマーを振り回すような働き方。うん そこではもうロボット化だよね。うん、トランプさんはです、ねうん、ロボット化していく産業界に対する逆行でもあるんですよ。なんかちょっとうまく言えません。でも、この本の中に込められたものは、働く人の物事の考え方が働くことを明るくしていくというかね。うんはい、上の方が仕事を作るんではないんですね。下の者が仕事を作っていくという、はい、そのことが一番 職場にとっては大事なような気がするという、かな、はい、さんにもいろんなことを珍しく考えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、来週は、ね、また違う話題でごひいきのほどよろしくお願いしたいと思います。倍<タッ>になっているみたいでありますよ。<ー>うん。これも結果だけ先に言ってしまいますと、わずか2年半で前年比売上ベスト10入りを果たす<ー>その四国全体がキリンビールの売上のベスト10に入るという。 これはすごいですね。で、この成果を見て彼は、今度は四国から本社へ、2007年に呼び戻され、全国営業の変革に挑む営業本部長、全国展開の営業本部長となるという。この後、全国展開の営業激闘誌が始まるんでありますが、それはもうここでは触れません。はい。どうぞ、著作を手に取ってお読みください。私がこの本に惹かれるのは、この人の働き方には、まあ、結果ということもあるでしょうが、 爽快さがありますよね,すねドラマできそうですねタッシーのその女の子が主役でジャスが何かにやってもらってそうそれとかあのー、あの名番組プロジェクト x なんかでやりたいよねう女子社員の英子は吠えたタッシーはいかんぜよ皆 <laughs> 沈黙したそして味は動いた <laughs> いいねたまんねえなー <laughs> <laughs> えー、働き方が問われる時代でありますまた過労死等の職場環境が社会問題というような時代になりました私もちょっとテレビで この働き方に関して発言をしましたら、番組のディレクターさんから、武田さんがそれを言うと私首が飛びますって言われたことがあります。なんかね、働いていいんじゃないの死ぬまで。とかってなんか軽く言ったもんですから。怒られてしまいましたけども、しかし、この本を読んでおりますと、本当になんかこう、昔読んだ太鼓期あの天下取りに挑んでいく、一武将の物語を読むようで、ワクワクするんでありますね。 この本の中に込められた著者が、ああ、社員として、キリンという会社に所属しながら、本当にこの会社は社会に必要なのか、うん、本当にこの会社はこれからも社会に尽くすつもりなのかそのことをとことん考え抜いたという、その姿勢が、とても、こう、引きつけるんで、えー、ありますですね。いろんなこと考えました。この2週間で。ああ、考えるでしょ、はい、ねえ。 給料を手にする前に、この人はこのことを考えてるんですね。その理念の確かさが。この人の労働意欲。そして、働くことへの炎の熱さになっているような、うん、あ、気がします。労働条件でなく、労働理念がなければ、人は働けないのであります。これ本に書いてあるん、ね。いや、これは私です、ね。<あ>はい。これ、頭の中何が、こう、ッとよぎったかすると、そのトランプさんがよぎりま、はい、まあ、アメリカファーストも結構ですしね。はい、えー、それから、アメリカに最も。 あの、職をもたらした大臣として歴史に残りたい。職,うん、職業の職。職業の職ですね。はいはい、うん。とおっしゃいますけど、働くってそういうこっちゃないですよ、うんト。トランプさんってなんか、うん、その江戸の社長を動かしたっていうんで、うん、それで新聞社がタイトルキャプションにね、コーチの声が変えたっていう、うん。<laughs> そしたらそれ丸、もういただきで、キャンペーンキャッチコピー、高知の声が変えたラガーの味ってこう売って出たん <laughs> わ<ー>これで、高知で俺たちの好みに、キリンは合わせてくれたんだということが話題になって、この、田村さんっていうのは、あ支店長で切れるんですな。高知県内はこれでいこう、つんで、高知県のもう一つのキャッチコピーが、達水はいか <laughs> こ <laughs> の、コーチの声が変えたラガーの味っていうのと、えー、達水はいかんこれが、<laughs> すごい評判になります。それ全てが気持ちいい話ですね。そうですね。社長もすごくポイント、ポイントアップっていうか印象いいんですよ、それ。うん、それと、まあもう一つキリンの幸運はここに、キリン探麗を発売した。<ー>キリン探麗と達水はいかんぜよのキャンペーンが相まって宣伝費もかけられたということで、売り上げが、 大股で山頂に向かって歩き出したという。<ー>さあ、高知地点的席、まだまだ続きます。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。営業レディの一声から本社が動いて、キリンラガービールの味が変わった、元に戻った。うん、それもすべてこの高知から始まったことだ、という、その勢いに力を得まして、あの高知支店のキリンの営業マンたちは、1ヶ月30から40の店舗を回ってたんですが、心当たりから1ヶ月1人400店舗以上歩くようになったという。えー、どんどん増えて。 はあ、こういうことだよね。外回りでものすごいパワーを発揮しまあ本当にもう家に帰る暇などなくていいというようなう今その働きすぎ働き方等々が様々問われておりますが仕事が面白いという幸せは何者にも変え難いそんな気持ちで聞いていただくと面白いですなはい一番負けていたキリンそのキリンビールがゆっくりと売り上げが上り始めたという。で 他の四国三県はというと相変わらず朝日強いんです。勝てないんです。うんはい、ただ、高知支店のみがラガーに関しては、キリンビールに関しては、真田丸のごとく奮戦したという心地の良さなんでありますね。はい、そしてこれは全国展開でも後に話題になるんですが、ラジオ CM で傑作を生むんです。皆さん、ラジオですよ。どなんだドキュメンタリー風のラジオコマーシャルを高知県だけです、流したの。高知県だけなんで。高知県だけで流した。 電車の音。で、えー、アナウンサーさんの声で、高知県に入りました。ビールはラガービールに変えさせていただきます。県内1位だから、<ー>その、ここからは、で日本を心配したからだというね。<ー>日本はこのままで非常に危険です。とかって言われてもピンと来ません。<laughs> すね,ね。このままでは日本はいかんぜよーって言うといかんかなとみんな思っちゃうという。はい 同じことが起きたんでございましょう。今回の主人公でございます。えー、キリンビール高知支店。とある女性社員が、キリンの社長に向かって、<laughs> 達水がいかんだぜよ <laughs> 方言を叩きつけたという。<laughs> はい、この達水はいかんぜよこれが頭の中で響き続けた社長でございますね。<laughs> 達水というのは土砂弁で薄い。えー、一貫性がないっていうのも達水っていうらしい。 なんと、お風呂のらで、1998年、土砂弁使うと物事まで土砂弁っぽく動くのがね、なんと、この本社から高知支店に社長直々の電話がありまして、内容は何かというと、味を元に戻すっていうのが、えー、で、これあの、 社長がどっかの経済新聞がなんかに喋ったらしいんだ。<う>高知で説教されたみたいな。<う>だ記者さんが乗って、それは面白いですねって話が妙に絡まってほどけちゃったみたいな感じなんだよね。うんはあ、言ってみるもんですねそ。そうなんです、そうなんです。<ー>はい、それでそ、その、俺に噛みついたその女子社員がいたのは高知でって言うんで、新聞記者がそのことを知って、高知新聞が キリンビール高知支店に取材に来るんですよ。<ー>それでその喧嘩の話題になるわけですな。高知弁で叱ったら社長が借金として味が元に戻った。<laughs> うんうん、それで新聞社も面白いんでそのこと書くわけですよ。はい、高知の一営業所の女職員が叫んだ達水はいかんがせよか、その江戸の社長を動かしたっていうんで、うんうん、それで新聞社がタイトルキャプションにね、高知の声が 変えたっていう、うん、そしたらそれ丸もう頂きでキャンペーンキャッチコピー高知の声が変えたラガーの味ってこう打てたんだ。わ <laughs> これで高知で俺たちの好みにキリンは合わせてくれたんだということが話題になってこの田村さんっていうのはやっぱ支店長で切れるんですな高知県内はこれで行こうっつんで高知県のもう一つのキャッチコピーが達水はいかん <laughs> この、コーチの声が変えたラガーの味っていうのと、達水はいかんこれが、すごい評判になります。<laughs> それ全てが気持ちいい話ですね。そうですね。社長もすごくポイント、ポイントアップっていうか印象いいんですよ、それう。うん、それと、まあもう一つキリンの工具はここに、キリン探麗を発売した。<ー>キリン探麗と達水はいかんぜよのキャンペーンが相まって宣伝費もかけられたということで、 売り上げが大股で山頂に向かう社が全体の統括を面倒見るということで四国の営業マンたちが奮い立ったんでありましょうな。はい、よし高知に続けっていうことでありますな。南予の担当者が、これはね、すごいですね、これ。朝日、はい、系の豚屋さんに行って、手伝いをさせてくださいと頭を下げてるんです。敵地に乗り込むってことですかそ,うそ,うそ,うそれで、手伝いをさせてください。つまり、うん、 トン屋さんはアサヒビールを運ぶわけですな。ああいろんな小さなお店に。はい、その手伝いをさせますから、私をそこへ連れてってくださいって。敵の営業を手伝いに行ってるんです。はい。それで、アサヒビールの積み下ろしを手伝うんです。んいいアサヒ系のトン屋さんだから、アサヒビールしか扱わないのよ。はい、そこへキリンの社員が行って、 手伝わせてくださいと言ったもんで、朝日ビールを積んだり下ろしたりするという2役係をキリンの社員が担当するわけ。それで、お許しが出るまで売り込みさせてくださいとか一切言わない。一生懸命キリンビールの社員が朝日の配達に 汗を流すわけです。朝日も、あ、どうぞ手伝ってくださいって受け入れたってことですね。朝日っていうの、これ、豚屋さんだから。豚屋さんで、朝日系の豚屋さんだから、扱うのは朝日ビールだけなんで、あ、そうか。別に直接の社員じゃないのあ、そうか、そうか。だけど一生懸命手伝ううちに、お、うん、ろすところのお店が、ネクタイ締めてるけど、新人さんとか、若い人雇ったのとか聞くわけはい。そうすると、名刺出しなんて言うと、名刺を出して、実は私、麒麟の社員でございます。うわー あんた、キリンがなんで朝日運んでんのっつうと、いや、営業所持ってない、豚屋さんで顔見知りがいないもんですから、お手伝いをさせながら、あの、各お店の経営者の方に、あの、まあ、ご挨拶させてもらえればっていうと、哀れに思った、その小売店さんが、一ケースだけでもいいから持ってきなという。うそしたら、その朝日系の豚屋さんが一ケースだけだぞって言いながら、 次の週、その一ケースを置きに行ってくれる。それを、愛媛県の営業マンたちが全員やるっていう。それすごい地道な作業ですよ。これがね、今の若い人耐えられるかな、えー、向こうから声かけてもらうまで、うん、もう黙々と運ぶんですもんね。朝日をね。ところがね、それ大変だ。やっぱね、修行によく似てね、仕事は。はい。積み重なっていくとね、一年ぐらい経つと。 物事ひっくり返すだけのパワーが、前線、最前線の営業マンについてるわけ。それはですね、なんと、小売店においては、キリンの営業商品の方が、顔が売れちゃったんですよ。これを聞いて著者、大感動、帰ってくる面で日本を心配したからだというね。日本はこのままで非常に危険です、とかって言われてもピンと来ません。そうですね。 このままでは日本はいかんぜよちょっうといかんかなとみんな思っちゃうという。<laughs> はい、同じことが起きたんでございましょう。今回の主人公でございます。えー、キリンビール高知支店。とある女性社員が、キリンの社長に向かって、<laughs> 達水がいかんがぜよ <laughs> 方言を叩きつけたという。<laughs> はい、この達水はいかんぜよこれが頭の中で響き続けた社長でございますね。<laughs> 達水というのは土佐弁で薄い。えー、一貫性がないっていうのも達水っていうらしい。 なんと、お風呂の中で、1998年、土砂弁使うと物事まで土砂弁っぽく動くのがね、なんと、この本社から高知支店に社長直々の電話がありまして、内容は何かというと、味を元に戻すっていうのが、<え>で、これあの、 社長がどっかの経済新聞が中に喋ったらしいんだ。<う>高知で説教されたみたいな。<う>記者さんが乗って、それは面白いですねって話が妙に絡まってほどけちゃったみたいな感じなんだよね。うんはあ、言ってみるもんですねそう。そうなんです、そうなんです。<ー>うん、それでそ、その、俺に噛みついたその女子社員がいたのは高知でって言うんで、新聞記者がそのことを知って、高知新聞が キリンビール高知支店に取材に来るんですよ。<ー>それでその喧嘩の話題になるわけですな。高知弁で叱ったら社長が借金として味が元に戻った。<laughs> うんうん、それで新聞社も面白いんでそのこと書くわけですよ。はい、高知の一営業所の女職員が叫んだ達水はいかんがせよか、その江戸の社長を動かしたっていうんで、うんうん、それで新聞社がタイトルキャプションにね、高知の声が 変えたっていう。うん、そしたらそれ丸、もう頂きで、キャンペーンキャッチコピー、高知の声が変えたラガーの味ってこう打って出たんだわ <laughs> これで、高知で俺たちの好みに、キリンは合わせてくれたんだということが話題になって、この田村さんっていうのはやっぱ支店長で切れるんですな。高知県内はこれで行こうっつんで、高知県のもう一つのキャッチコピーが、達水はいかん <laughs> こ <laughs> の、コーチの声が変えたラガーの味っていうのと、えー、達水はいかんこれが、<laughs> すごい評判になります。それ全てが気持ちいい話ですね。そうですね。社長もすごくポイント、ポイントアップっていうか印象いいんですよ、それ。うん、それと、まあもう一つキリンの幸運はここに、キリン探麗を発売した。<ー>キリン探麗と達水はいかんぜよのキャンペーンが相まって宣伝費もかけられたということで、売り上げが、 大股で山頂に向かう。なんと驚くなかで帰宅ギリギリまで電話を取り、ディスカウントショップや消防署の宴会にはなんと帰りの足で10ケース自ら営業マンたちが運んだという。10ケース買っていただくんだと配達しますよって笑いながら答えて。もうとにかく留守電に切り替えずなる電話は必ず取ったという。電気を消して帰りかけてもなったら明かりをつけてまた取るという。 こういう働くことの興奮をぜひ若い皆さんに味わっていただくといいですな、うんはい、はい。社長にも抗議した女子社員はもう事務方でなく、土佐では外回りもする戦力と化していたという。<ー>もうやっぱりね、働くっちゃな皆さん、こういうこと。いや、私偉そうなと言えないけどね、この本読んでつくづくわかる。花見のシーズン。あそこは高知城とか桜の名所が多い。はい、その桜の名所、営業マンたちは ゴミ箱調査に出かけたという。すごいね。何をやったわかるよね、ねもうね。はい。ビールの空き缶を拾ってきて、はい、比率を調べたという花見の会場で。で、朝日が8割、麒麟2割まで追い詰められていたんですが、この年の春、はい、朝日5割、麒麟5割まで持ち直した来ましたああ。早朝の公園の空き缶を集めたところで、 全社員は男泣きに桜の下で泣いたという <laughs>。なんか涙が出てもらい泣きそうな感じ。ね、そ,うそうだよね,<ー>ね。泣くほど働いてみるという。これはもうなんか本読んでても気持ちいいですなぁ。ー1997年、37%まで落ち込んだシェアは、1998年にはなんと50%回復します。そして2001年、高知県、 が、トップを奪回。これ、ものすごく大事なことですよ。はい、これね、他の3県では負けてるんです。四国で。ああ、そう高知県、もうまさしく真田丸です。真田丸だけ勝ってるんですよ。ね。その後、2006年に高知県では麒麟、なんと60%回復したという。あ素晴らしい。ところが、本社の方はなんと2位に転落してるんですね。この年に。うこういうことがあるんですね。はい、しかし、1カ所だけでも勝っているという。 この大阪夏の陣の真田丸同様そのコーチは勝ってるんだというのは前者に激としてその名が響くわけでありますな、はいまあ、当然のことでありますけどもここまで優秀な方でございますからね田村さん著者はすぐに四国全県の統括本部長として香川高松への転勤が決まるわけであります、はい、この人はねこの本を読んでてもねあの何ていうのかな仕事中毒の こう、そういう人じゃないんだね。やっぱどっか深いんだよね。うん、今、働き方なんかで悩んでる人がいたら、ここの人の働きっぷりを、ちょっと、振り返ってみてくださいね。この人はね、自分の仕事に対して、あるいは本社。私がこの本に惹かれるのは、この人の働き方には、まあ、結果ということもあるでしょうが、爽快さがありますよね。ドラマできそうですね。タッシーのその女の子が主役で。うん。そう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 なんかにやってもらって。そう。<laughs> それとかあのあの名番組プロジェクト X なんかでやりたいよね,う,う,ねうん女子社員の A 子は吠えた達水はいかんぜよ皆 <laughs> 沈黙した <laughs> そして味は動いたいいねたまんねえなえー、働き方が問われる時代でありますまたあ過労死等の職場環境が社会問題というような時代になりました 私もちょっとテレビで、この働き方に関して発言をしましたら、番組のディレクターさんから、武田さんがそれを言うと私首が飛びますって言われたことがあり、なんかね、働いていいんじゃないの死ぬまでとかってなんか軽く言ったもんですから。怒られてしまいましたけども、しかし、この本を読んでおりますと、本当になんかこう、昔読んだ太鼓記あの天下取りに挑んでいく、一武将の物語を読むようで、ワクワクするんでありますね。 この本の中に込められた著者が、ああ、社員として、キリンという会社に所属しながら、本当にこの会社は社会に必要なのか本当にこの会社はこれからも社会に尽くすつもりなのかそのことをとことん考え抜いたという、その姿勢が、とてもこう、引き付けるんで、え、ありますですね。いろんなこと考えました。この2週間で。ああ、考えるでしょ、はい、ねえ。 給料をを手ににすするる前にこここのの人はこのことを考えてるんですねその理念の確かさがこの人の労働意欲そして働くことへの炎の熱さになっているような、うん、あ気がします。労働条件でなく労働理念がなければ人は働けないのであります。これ本に書いてあるじゃ、ね、いや、これ私です。そうですか。<laughs> はい、これ頭の中何がこうパーッとよぎったかするといとトランプさんがよぎりま、はい、まあアメリカファーストも結構ですしね。はいえー、それからあアメリカに最も あの職をもたたたらしし大臣として歴史に残りたい職業の職ですね。とおっしゃいますけど働くってそういういいことじゃないですよ、うん、ト,トランプさんって何かちょっと勘違いしてらっしゃいますね、うん、そういう危険性がある方として、うん、まあいいか、はい、あの人はどうでもあの人仕事仕事って言うけど、うん、彼が夢見ている白人男性労働者の筋骨隆々たるハンマーを振り回すような働き方。うん そこではもうロボット化だよね。うんうん、トランプさんはう、ねうん、ロボット化していく産業界に対する逆行でもあるんですよ。なんかちょっとうまく言えません。でも、この本の中に込められたものは、働く人の物事の考え方が働くことを明るくしていくという。